この作品のきっかけとしてあったのが、私の祖父の死というものがありました。その白いはずのお骨が、その青い紫陽花の色で少し薄く青く染まっていたというような経験がありまして、私が祖父を送る個人的な儀式だったんじゃないかっていうふうに。私の制作では、個人の持っている小さな記憶ですとか、この小さなコミュニティが作った風習など、そういったものを、小さな物語のようなものを封入した装置を作って、それを空間的に配置して見せるというような作品を制作しています。応募のきっかけとしては、やはり私、東京芸術大学に所属しているんですけれども、そちらの先輩方もこちらで賞を何回か取られている方もいたりとかしまして、何回もこちらの展示にも足を運んでいて、すごくこの天井光を生かしたこの空間のこう美しさも相まって、すごく良い展示を毎回されていて、で私もここで展示したいなっていうことは前々から思っていましたので、それで応募させていただきました。タイトルになっている「逆さごと」なんですけれども、これは日本の古い風習の名称でして、でどういう風習かというと、死者が出た際に、または葬儀に関わるような儀式などをする際に、通常の動作、日常的な動作を逆の手順で行うというような風習がありまして、で皆さんが知っているものだと、例えば逆さ屏風ですとか、あと着物の右前左前を間違えないようにって言われたりとか、皆さん経験があると思うんですが、そういったのも逆さごとに含まれていて、でそれ以外にも日本各地に日常の動作を逆にするっていうような風習がたくさん残っていて、それらの総称を逆さごとというふうに言います。まずこの作品のきっかけとしてあったのが、私の祖父の死というものがありました。私の祖父は2年と少し前に亡くなったんですけれども、亡くなる前にあまりこうお見舞いとかあったりとかっていうのができないような状況があって、でそのまま祖父は亡くなってしまって、葬儀の時とかも火葬ってすごくオートマチックでどんどん進んでいってしまうような感覚で、すごく私としては祖父の死に関わるところが見つけられないような、心の置きどころがわからないような状況があったんですけれども、そんな中で私の母が火葬をする際の棺に入れるお花を買ってきてっていうふうに頼んでくれたんですね。でその時が梅雨の時期だったのもあって、青い紫陽花の花を私が買って持っていきました。で棺にこうたくさん入れて火葬したんですけれども、火葬が終わってお骨が出てきてみると、その白いはずのお骨がその青い紫陽花の色で少し薄く青く染まっていたというような経験がありまして、そのことがすごく美しいと思ったので、何か祖父の死に関して関われることがないというふうにちょっと感じていたところから、何か一つ関われたというか、私が祖父を送る個人的な儀式だったんじゃないかっていうふうに考えるようになりました。でそこから現代の葬儀っていうのはすごくオートマチックで関わるところが見つけられないような状況がありますけれども、その個人のもっと小さな儀式みたいなことが考えられるんじゃないかというふうに考え始めて、そこからまず古い風習のリサーチっていうのを始めました。でそこでその逆さごとっていうようなことにも出会って、ですごく魅力的というか、その死とかあの世みたいなものがすごくこう日常と隣接しているものとして扱われていた時代っていうことにすごく惹かれて、でそのあたりのリサーチを始めたっていうところから、その逆さごとっていうテーマを選んでいったという流れになります。まず大展示室には11台の時計があります。でこの時計が盤面が反転していて、針も逆回転しています。で
その通常振り子が入っている部分に映像が入っていて、これが私が日本のさまざまなところの古い葬送に関する風習をリサーチしたものを元にした映像が入っています。でこう針が逆回転していく中で思い出されるように、その今やなくなろうとしている風習がこう蘇ってくるっていうような作品になっています。で大展示室には11台これがこう柱とともに空間に浮かんでいるっていうような形になっていて、で小展示室の方ではもう1台、まあ、全部でつまり12台になるんですけれども、もう1台ピックアップして1台だけ時計がかかっています。でそれが先ほどお話しした、私の祖父の話、まあ、すごく個人的な葬送の形っていうのをテーマにしたものをあちらにピックアップして1台だけかかっていまして、でさらにその時計の中には青い紫陽花の映像が見えるんですけれども、それをさらにピックアップしたというか、さらにこう没入感を持ってこう体験できるような場所がこうちょっと小窓から覗けるような形で展示しています。やっぱりこの逆さごとっていう作品の中で日本の風習っていうのをすごくリサーチしていったんですけれども、やっぱり少し前のもっとこう電気とかなかったような時代、蛍光灯とかなくて暗い家屋の中に、まあ、暗いというかその太陽とともに生活していたような時代ということにすごく興味を惹かれて、そういった風習ですとか古来の日本の姿っていうもののリサーチはすごく続けていきたいというふうに思っていて、で最近では自分のもう少し小さい個展を開いたんですけれども、そちらで本物の水を扱った作品を制作していまして、それは水の境界性みたいなことをテーマにしていて、でこう水の境界性っていうのもやっぱり水に関する古い風習とか伝説だったりとかそういうものっていうのがすごく厚みを持って日本にはあって、やっぱり島国でもあって川も多いので水っていうものに対してすごく昔からの見方とか面白い価値観っていうのが発見できつつあり、それをのリサーチを今続けている段階でもあるんですが、ちょっと今回のこう逆さごととも関連してその古典の展示では水をこう反転させてこう上がっているように見えるようにしたような展示を展開していたんですけれども、その反転っていうことも少しキーワードとして持ちつつ、こういう日本の古来の姿っていうものをリサーチして作品化していくっていうことを続けていきたいと思っています。